いつ起こるかわからない災害に備えましょう。災害発生時の日頃からの備えについてのお知らせです。家庭での災害対策として今できることのチェックポイントを紹介します。非常持ち出し品の準備、食料、飲料水などは1人3日分は用意しましょう。マスクやアルコール消毒、体温計などの衛生用品も忘れずに。いつも使っているものを少し多めに備蓄を。普段から使っているものを少し多めに購入し、消費したらその分を補充して、常に一定量の食品を備蓄しておきましょう。家具の転倒、落下、移動防止、怪我の防止や避難に支障のないように家具を配置し、家具やテレビなどは固定し、転倒、落下、移動を防ぎましょう。続いて、市が行っている防災への取り組みについてです。調布市洪水ハザードマップを全国配布します。今回の内容を修正し、令和元年6月に東京都が発表した東京都管理河川の想定最大規模降雨などを反映しています。日頃から積極的な気象情報の情報収集を心がけ、各家庭で水害への備えを行ってください。避難所受付システムを体験。避難所受付システムをホームページで体験できます。今回開設したホームページは、避難所の受付で利用者が氏名や避難者の人数などを送信すると、利用者数などがリアルタイムで反映され、市内避難所の混雑状況などが分かるものです。これにより、希望する方には避難所で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合は、濃厚接触の可能性を知らせる通知が届きます。この避難所受付システムをホームページで体験できます。ご覧の二次元コードからアクセスしてください。いざという時に備えてご確認ください。総合防災訓練の実施。令和2年度調布市総合防災訓練を10月11日午前9時から11時30分まで、調布市染地多摩川左岸河川敷を会場に実施します。今年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、発熱や体調不良の方は参加ができません。また入場制限を行う場合もありますので、ご了承ください。小雨は欠航し、好天の場合、前日が雨の場合は中止となります。中止の場合は市ホームページにお知らせします。詳しくは総合防災安全課、電話 042-481-7346 番までどうぞ。